この壺は満杯か。ある大学講義での問題。教授は学生たちの前に、これからクイズを出します。と言い、大きな壺を出しました。ここに大きな壺がありますが、大きな岩をたくさん入れています。これは満杯でしょうか？学生たちは、もうこれ以上入らないから、満杯ですと答えました。しかし、本当にそうでしょうか？教授は、バケツいっぱいの砂利を持ち出し、ここに入れました。これが満杯でしょうか？学生たちは、それを聞かれ、多分違う。その通り。教授は、今度は、砂を壺の中に入れました。さあ、これは満杯でしょうか？学生たちは、多分違う。と答えました。そうですね。水をいっぱい入れました。これで全部入りましたね。これ逆に入れてみたらどうでしょうか？入れてみると、まず水を入れます。次に砂を入れます。次に砂利を入れてみます。で最後に大きな岩を入れると、今ね、はみ出てしまいました。これは一体何が言いたいのでしょうか？頑張って突っ込めば全部入るよっていう話ではなくて、これは一番重要なことが大きな岩、そして重要ではないことがこの砂利や砂や水なんですね。つまり先に大きな岩を入れないと壺には入りきらないよということなんです。これを人生に置き換えてみると、あなたにとっての大きな岩とは一体何でしょう？寝ることでしょうか？ゲームをすること？仕事ですか？家族との時間？結婚？海外旅行？あなたにとっての大きな岩を一度考えてみましょう。この話は時間を有効利用する考え方の話です。最初に大きな岩を壺に入れなさいということ、砂や砂利を先に入れるなっていうこと、重要ではない何かに満たされるなっていうことです。そして人生における優先順位を先に決めなさいということです。この考え方を持って人生を生きていきましょうという話です。やりたくても時間がなくてできないとよく口にする人は、大体が先に岩を壺に入れていない人です。余計な砂利や砂が際限なく増えてしまいます。順番が逆です。先に岩をスケジュール帳にぶっ込んでください。貯金も同じ理屈ですね。貯金できない人って大体先に貯金してないからできないんですね。余ったお金を貯金しようっていう考えの人は、まあ貯金できません。給与所得やサラリーマンで生活している人は、まず1万円もしくは2万円、決まった額を天引きして残ったお金で生活するという貯金スタイルを取ってください。でないと貯金はできません。ということで、この資料はパワーポイントで作ったんで、パワーポイントを無料ダウンロードできるようにしておきます。概要欄にリンクを貼っておきます。これカスタマイズして、例えば先生だったら生徒とか、子供がいる方はお子さんにとか、そういった方にプレゼンしましょう。ぜひご自身の言葉で伝えていただければと思います。